はい、皆さんこんにちは。 行政書士受験生向け会社法講義、えー、今日はです、ね、取締役ということで、あのーまあね、例年こう、えーこうあの、恒例になっておりますけれどもこちら、お手元にレジュメの方あるかと思いますけれどもこちら使ってて進めままいりますであの、まあ、取締役、ね、行政書士でもよく出る分野ではありますけれども、あのー、ただ、ね、えー、ちょっともう1回で取締役全部お話しすることはなかなか厳しいので、えーまあ、あの特にです、ね、受験生さん、まああの、なかなか手薄になりがちな、あのー、例えば、利益相反だ とかあ取締役の責任だとかああいった分野に関してですねなかなかちょっと手を出すには億劫だけれどもただもう今年合格を目指すもう今年決めるためにはちょっと避けては通れないという分野に関して、えー、お話を進めてまいりますであの、まあぜひですねあの話としてはそれほど難しいものではないと思いますので、えー、なのでもう講義を受けながらもうね、えー、受ける片っ端からもう知識を取り込んでいただきたいという勢いで、えー、聞いていただきたいかなと思いますがでまずね,、えーねー 取締役と会社との関係というところで、まあ,あの取締役の欠格、自由等々に関してはあの去年だとかやった分野でもう youtube の方にアップされてますので、そちらでご覧いただきたいんですが、今日は主にですね。その取締役の義務だとか、そういった分野について見ていきます。まず1番でご覧いただきたいんですが、で、この取締役に関してはあ括弧1番で一般的な義務といたしまして。 あのまず取締役と会社の関係は委任に関する規定に従うというところで、まあ、あのこういったまあ条文が、まあ、会社法上の条文で委任,にか委任の規定を使いますよとでこの委任というのは言うまでもなく民法の委任なんですよね。 ってことこで点々の枠の中ご覧いただきますとで参照条文といたしまして、まあ、民法の条文ありますが民法643条で、えー、委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し相手方がこれを承諾することによってその効力を生じるというところ、ね、でまああの、まあそのそ委任内容に関しては特に民法の中においてはも多種多様ではありますね。で で今回はもう会社の経営を任せするというところではありますでそして644条で「受任者の注意義務」といたしまして民法上全管注意義務は規定されていますよというところですよね、えー、受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うというところでまあ一般法である民法この委任の規定を会社法に用いたというところではあるわけですじゃあねこの委任契約関係だあこれを 会社法で委任の規定を使いますよってことから括弧丸1番をご覧ください取締役の選任行為というところですが、まあ、取締役の選任に関しては原則として株主総会決議によって選任されますね。ということで株主総会選任決議によって非選任者は直ちに取締役になるわけではないですよとでなぜかというともうこれ委任契約だから意思の合致が必要だよって発想なんですよ。 でその後非専任者本人の意思を無視したままで重大な義務と責任を負う取締役の地位に就任させることはできないということで例えば皆さんもそうですよね例えばあ、ねえー、レックの株主総会でも皆さんが取締役に選ばれましたおめでとうございますと言われて無理やり押し付けられるのではいやいややりたくないよというところかもしれません。ということでその下のブロックご覧ください。 株主総会の選任決議に基づいて会社の代表機関が就任の申し込みをしますとつまりうちの会社の取締役やってくださいと申し込みをしてそして非選任者がこれに承諾を与え,ら与えることによって取締役就任の効果が生じるとつまり民法はあ委任が契約ですよと契約ってことは申し込み承諾の意思の合致が必要ね。ということから取締役になるにも 選ばれただけでは当然に取締役これを押し付けられるわけではないですと断っても構わないんですよ。ということでまあね、えー「分かりましたはいやります」と言って初めて効力生じますでさらにその後なお委任の規定に従うからこそ取締役はいつでも辞任することができ会社も原則として株主総会決議で理由を問わず解任することができるというところです。 でこちら、ねえー、民法651条と今下から2行目に書いてありますがでこれは委任は各当事者がいつでも解除できるという規定なんですよ。よって取締役の側からもうやめさせていただきますということもしくは会社の側からもうあなた結構ですと任期満了前にもううちの会社の側からあなたはもう取締役として結構ですよというのであれば委任は解除できますというところであります。 でまずこれがあ、ねえー、委任の規定を用いるじゃあ委任の規定を用いたならば丸二番で全管注意義務忠実義務というものが発生するわけですつまり「受任者は委任者のために最善を尽くしましょうと」とこれが全管注意義務ねで最善を尽くすということになりますよってご覧ください取締役があ取締役会の構成員としてまた代表取締役として所の職務を行うにあたっては全管注意義務を負いますよというところです ですから、まあ、この全館注意義務というのはその地位に基づいて要求されるレベルの最善を尽くしなさいとつまり自分なりの精一杯ではなくて通常、この会社の取締役として求められるレベルの,、えーね、あの実力を発揮してくださいというところになります。 もちろんですからあの、ね、選んでみたあこの人は経営手腕にたけてるだろうということでうちの会社の株主総会選びました就任承諾しました取締役の地位につきました思ったほどこいつ大したことねえやと思ったならばあ極端な話を言うと株主総会でクビにされちゃうということもありうるわけですね。でこれ委任の規定に従うからこそいつでも解除できますよということになってくるわけです。 でさらにその後、また取締役は法令及び定款ならびに株主総会決議を遵守し、えー、株,主株式会社のために忠実にその職務を行わなければならないという規定がそこに355条とありますがでこれ会社法上忠実義務が規定されておりますがただ、ねえー、この忠実義務というのはこれ民法の、えー、上の枠の中にあります全款注意義務これを明確化、具体化したに過ぎないんですよ。 だって、えー、民法は委任の規定でもう最善を尽くしなさいと言ってるんですよね最善を尽くすということは法令定款にのっとって、ねえー、その会社のために全力を尽くすでそして忠実に働くということは当然の規定のはずなんですよねというところです、まあ。特にね、あのー、取締役というのはあ、ねあのー、会社の利益これを最優先して考えるべきなんですよ。 よって会社の利益を犠牲にして事故の利益を図ってはならないいいというところもこれも当然全管注意義務からして当たり前の話ではあるわけですですはこの「全監注意義務なり忠実義務」があるからこそ次のページ括弧2番で「協業・非資」および利益「利益相反取引」に制限がかかってきますよというところなんですね。で ということで、まあ、あのこの協業必至利益相反、利益相反に関しては行政書士の過去問だと平成25年に出てはいるんですね、協業必至の方はまだあの、ね、近年では出ておりませんでした、えー、確か出てないんですが、でえー、ただ、協業必至したらそんな難しくはないんですよね。 例えばまあそうですねあのー、これ前回何たら委員会のとこでもお話には出てきたんですが例えばねうちの会社あねレストラン事業だとかを展開してるような会社なんですよと、えー、結構そのね人気のパスタだとか、えー、人気のなんかねスイーツだとかのメニューがあって、えー、結構お客さん呼んでますと。 というところでですよじゃあその,その会社の取締役っていうのはその会社の企業機密だとかにまあ,あのね、えー、接触することができるわけですよその秘伝のレシピだとかあ,、ね、あとは例えばその材料の調達ルートだとかあというの当然取締役っていうのはあ知り得ますよね。じゃあですよそれを使って取締役が個人で例えばカフェを経営するだとか。 取締役は自分の奥さんに自分でやるんじゃなくて自分の奥さんにそのレシピをパクってきたぜみたいなことでですね奥さんにお店をやらすということになってしまうと、まあ、そこで奥さんなり自分のやってるレストランが繁盛するとその分だけ例えばあそこのレストランより同じいじ味があっちで100円安く食べられるよみたいなことになると会社の方のお客さん減ってしまうということもありかんないですね。 よってやっぱりそういった競業ライバル関係に立つような業務をしてはならんぞというところなんですよ。ということからご覧ください取締役が事故または第三者のためにこの事故または第三者という部分が、ね、先ほど言った取締役は自分自身でお店を経営するのも当然だけれども自分自身がやることだけ、えー、そこに歯止めをかけていたのではさっき言ったみたいに奥さんに店をやらせる。 みたいいいななこここととととを防止することはできないということから事故また第三者のために、えー、株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする時はですから全然関係ない、えー、事業をするんだったらあそこの競業ライバル関係に立つという話にはならないわけですよね。で、えー、株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする時は株主総会 もしくはッコの中で取締役会設置会社にあっては取締役会において、えー、当該取引につき重要な事実を開示しその承認を受けなければならないということです。ですから協業、えー、これを絶対やってはダメですということではないんですよ。でやるのであれば まず、えーねえー、これこれこういう趣旨でコンセプトでやりますということを説明してでなおかつ会社がむしろそれはあ良いんじゃないかと思えば会社の方で、OK、もららうここととがでできたらあやることは可能なんです例えば、まああのね、会社としてみたらじゃあ人気のパスタ屋さんだとか営業してますよと例えばじゃあ取締役は個人で、まあ、会社として例えばね、えー、パスタなんかにおいても新たな味を開発してちょっと試験的に えー、ここの店で、えー、ちょっとお客さんに打って反応を試してみたいうちの本業のうちの会社でやるにはあちょっとね、えー、リスクがあるだとかそういった場合なんかにおいては取締役もしくは取締役の奥さんだとかが、えー、個人でちょっとカフェをやりますよじゃあそこで試験的にやってみてでもしそこで反応が良ければあ会社の方に、えーね、あのそのパスタだとかあ、ね、そのレシピっていうのを使って、えー、ということもできなくもないでしょ。 ですからそういった意味において協業は絶対禁止ではなくて、えー、やるんだったら、えー、そういったコンセプトだとか趣旨だとかそういったものを説明した上で、で会社の納得が得られたならばあやることは可能なんです。ということで、えー、まず株主総会もしくは取締役会においてその承認をもらった上でやりなさいと。 まあ、あくまでも取締役あくまでもここの取締役っていうのは会社の代表権有するか否かにかかわらずということで、えー、株式会社の取締役例えば代表権を持つ取締役が代表取締役、えー、代表権持ってないのが例えばもうちょっと平取りという方をしますが平野取締役ね平取りであったとしてもこの協業費支、えー、というのは課せられてきます。 代表権有するか田舎,をかか田舎にかかわらず、まあ、特に会社の機密にも通じているためその地位を利用して、ね、あの会社の利益を犠牲にして自分ががっつり儲けてやろうみたいなことがあっては困るからという趣旨なんですと。で じゃあその上で、株主総会もしくは取締役会の承認、これが必要となってきますが、その下の2ブロック目、承認は原則として具体的な取引について個別的にされることを要し、かつ、当該協業取引の前にされるべきであるとされるということで、まあ、自己承認ではなくて、事前に承認をもらいなさいということになります。ではですね、 事前承認をもらわずにやっちゃった。例えば、ああね、取締役は良かれと思ってね、えー、会社のね、実店舗で出すと、うちの会社の実店舗で出すと、もしその,そのメニューが失敗しちゃったりすると、その店に、えー、ね、あのー、まあ、ちょっとお手を残してしまうと、えー、なんかね、ネットでガサガサ悪い噂書かれちゃうと困るから、あそこのパスたち超まずいみたいなね、ことをいろいろつあの書かれると困るから、良かれと思って、 えー、うちの妻にやらせたこっそりそこで、えーのね、開発したレシピをやってで、えー、でもしくは自分の店でやってで意外に反応がいいから会社に実はレストランやってたんですよねみたいなことを後からあ自己承認もらいに来ましたということだとどうでしょうまあ今事前承認が必要だって言いましたね事前承認が必要なんですよ。じゃあ自己承認だったらどううするかっていうといこの場合 えー、事後の承認があっても、まあ、会社は後から聞かされたわけですねであそんなことやってたんだとただ後から聞かされた場合においてですよ実はあ最近うちのおレストラン、えー、お客さん結構減ってるんだよねとでそのお客さんが減ってる要因を探してみるとちょっと近所でその取締役個人でやってるレストラン、えー、そっちのお客さんがドーンと集まって。 いつもの常連さんたちがそっちに流れてきてるという状況があればたとえまあねそこでじゃあレシピを会社にお持ちしましたあということがあったとしても少なくとも会社のお客さん減ってるという実態があったわけでしょとなるとまず事前承認が必要であるにもかかわらず事前承認をもらわずに協業をやっちゃってましたでそして会社が損してますそれによってならばその分に関してはすでに発生した取締役の損害賠償 これは発生しますよとつまり事前承認をもらってからやりなさいと言ってるんですよ。 まあ結果あとから「手やってました」みたいなことでえ結構連季人気のレシピなんですですからここの会社にレシピをどうぞ使ってくださいといったところで少なくとも売上が減ってるという原因はあるわけですからその分に関しては黙ってやっちゃったということからそこね「423条損害賠償責任」と書いてありますがこれ今日このあと出てきます「任務下退責任」という責任なんですよ。 後で、えー、レジュメ6ページの方で出てきます、えー、取締役の任務下退責任、えー、という損害賠償責任、えー、これがかかってきますとつまりあくまでも会社の取締役っていうのは会社にとって全館注意義務忠実義務を負うんですよでつまり事前承認を得ずに協議をやっちゃったってことはその忠実義務に反するわけですよね裏切り行為に等しいわけじゃないですか とということで、まあ、発生した損害賠償が消えるわけではないと事後承認もらえれば結果往来ってわけではないんですよということで、えーまあ、事前承認を得ずに行ったあ協業取引ははこの場合は、まあ、損害賠償を発生しますただねじゃあこういった場合なんかにおいてまあ,あね、えー、事後に、まあ、承認結果もらうことができましたでも少なくともうちのレストランが数ヶ月売上げ激減という事実があったわけでしょ。 じゃあそういった場合なんかにおいて、まあ、少なくとも損害賠償責任消えないと言っておりますがではこういうのどうでしょう例えば、まあ、事前承認もらってなかったじゃあ事前承認もらわずに行ったあそのレストラン事業例えばじゃあその、ね、個人でやったレストランに関して、ねあねあのー、じゃあ取引先からいろんな例えば食材だとかを仕入れ,と仕入れるとそれだって契約でしょ。 事前承認をもらわずにその仕入れ先から食,食材の調達だとかをしているそういった契約なんかはあね、えー、振り返ってみるとうちの会社の承諾もらってなかったから「すいません無効、えー、です」と、えー、いうことがあ言えるだろうかという話なんですよ。 ってことこすで、えーまあ、あ既に発生した取締役の損害賠償責任消滅しないということでこの場合事前承認を得ずに行った協業取引自体は、まあ、有効ではあるんですつまり取引先、えー、との取引だとかも有効なんですで、えー、結果事前承認もらってなかったんだけれども損害賠償しなきゃいけないんだけれどもそれはあくまでも取締役が会社に対して損害賠償するだけであって。 取締役は個人のレストランで、えー、例えば取引先から商品を仕入れたりだとか食材を仕入れたりだとかそこの契約自体は当然有効なわけですよね。という話なんです。でこれは言うまでもなく第三者の取引安全を考えた上での話でしょ取締役は会社,会,に会社に承諾をもらってなかったっていうのはそっちの話じゃないですか。会社のそのね個人であった取引先からしてみたらなしたこっちゃないわけですよね。 協業の承認を得てますかだとり、あね取締ス第三者から見れば知ったこっちゃないわけですから、あ第三者保護のために、たとえ事前承認を得ずに行ったとしても、ねえー、もしこれ、第三者との関係において、事前承認がなかったら無効ってことになっちゃうと、お客さんとの、まああね、お客さんにお金返してみたいなことになったりするとですね、かえって混乱するでしょうよというところなんです。よって、第三者保護のために、契、え、約、ー、協業取引したら有効だけれども、 あとはもう会社と取締役で損害賠償なりで決着をつけなさいってだけなんです。あとさらにその下ではねまあ事前の承認がなかったらあとは損害賠償の問題だじゃあ事前承認を得て協業取引をしましたこういった場合においてその後ねラスト2行でなお取締役会設置会社においては当該取引後死体なく。 当該取取引にについて重要な事実を取締役会に報告しななければならない。ですから原則的には事前に承認をもらってそしてその上で、えーまああーね、会社の OK もらって事前に承認もらって協業取引をすることができるじゃあ,あその後ね事後にも報告をしなさいってことなんです。 例えばあ、ね、うちもちょっとね個人でレストランで試験的にこのパスタのレシピを試してみようと思いますとじゃあ会社の承認もらってじゃあちょっとね結果どうだったか教えてなということで、ねえー、じゃあこれこれこういう状況でした例えばお客さんの反応いまいちでしたとか、えー、結構いい調子でしたからじゃあこのレシピを使ってうちの本業うちの会社の方でも結構人気のレシピのなるならば第2弾としてうちの会社でも売り出そうということをすることもできるはできるんです。 ですから協業取引に関してはまず原則的には事前承認事後報告ということが必要ですで仮に事前承認がなかったとしてもお、ねえー、この場合、えー、当該取引自体もうやっちゃったものに関しては有効ですただ損害賠償責任は発生しますと会社がそれによって損害被ったならば損害賠償は負うんですよというところです で続きまして今度は利益相反です。 まあ、どちらかというと、協業に関しては、まあ、それほど話としては複雑ではないので、まあ、出るとしてもそんなレベルの知識ではあるんですよ。ただ、利益相反取引に関しては、まあ、そこそこですね、あの、結構突っ込んで、判例だとかもあれは結構多いので、そういった意味では、そこそこ突っ込んで学習していくことが必要かなと思いますが、まあ、利益相反取引っていうのは、もうその名の通り、い利益が相反する取引。 例えば売買金額なんかにおいてもこれ利益相反なんですよね。というのが例えば売り主としてはできるだけ高く売りたいと考えます買い主としてはできるだけ安く買いたいと考えますね売り主買い主の利益が相反してますね。ただそのあたりは話し合って落としどころを見つけて売り主としては例えばあこの物を50万で売りたいと考えてる。 買い主としてはできれば40万ぐらいいいいで買いた,いか,な買いたいかなと思ってるでそこで、えー、売り主買い主で価格面だとか条件面で交渉していくわけでしょ。ね50万で売り、ま、買いませんかと話を持ちかけて「50万ちょっと高いっすねと」と、ねえーね「40万ぐらいで買いたいと思ってるんですけど」と「いや40万ちょっとで安いですよ」と「じゃあ間取って45万にしますか」とか。 もしくは例えば「ああ分かりました50万で買いますけれどもでもその代わり分割払いにさせてもらえますか」とかねねいやいやじゃあ分かった43万で売るけれどもその代わり現金一,一括でもう即その場で払ってもらえますかとかでそのように売り主買い主の利益が相反するからこそでそこで条件面交渉してって落としどころを見つけて両者納得の上であれば双方意思の合致で契約成立と。 これ民法上、惰性契約というのはあ申し込み承諾でお互いの内容面においても合致すれば契約成立というものなんです。よって、まあ、このように利益が相反すると、こういった契約なんかにおいて、じゃあ、これもですよ、例えばこういう事態があったらどうでしょう。ちょっと、えー、文章を飛びまして、真ん中あたりにですね、えー、直接取引という文言があって、枠がつ2つほどありますね。左側見てください。 公株式会社のこの会社は、まあ取締役会設置会社といたしましょう。例えば、取締役の構成メンバーが A、B、C です。そして、大取りと書いてありますが、あうちの会社の代表取締役は A さんですと。いった場合において。じゃあ、ここでね。 公株式会社が土地を所有しておりました。ただ、公会社って今ちょっと現金がないんですよ。どうしてもちょっと現金調達したいということから、公会社所有の土地を売ろうと考えたんです。じゃあ、公会社所有の土地を売ろうと考えた時にですよ。まあ、なかなかね、えー、ね、買ってくれる人がなかなかいない。えー、という時にですよ。じゃあ、うちの会社の取締役 B さんが、私買ってもいいですよと。 ねあの、ちょうどマイホーム用の土地を探してたんですよと。会社の近くの土地だし、あ、いいですよ、私買いますよと言った場合において、これどうでしょう。じゃあ、売り主は会社ね。となると、売り主たる会社の意思表示といたしましては、会社の代表取締役が行いますよね。例えば、この土地が、まあ、通常、まあ、1000万ぐらいの価値のある土地だとしましょうか。 まあ、例えばじっくり不動産屋さんだとかに、えー、買い手探してもらってという状況であればまあなんとか1,000万ぐらいでは売れるかなというような状況の土地でしたただ会社ももう今日もうすぐにでも現金が欲しいんですよなかなかじっくり不動産屋さんに頼んで、えー、みたいなことするとなかなかすぐに現金調達が難しいという状況だとしましょうじゃあそこでですよ、ねえー、びんさん個人が あねえー、その土地、えー、買ってもいいですよみたいなことを言い出したわけですね。ではここでどうでしょう。売り主たる会社の先ほど言った売りましょうの意思表示は会社の意思表示いうのは代表取締役によって行いますよね。大取 A がこの土地あなたいくら出せますかと1,000万ぐらいの価値の土地なんですよねといくら出せますかと。 でそして、えー、うちの会社はちょっとすぐ現金欲しいんですよと。現金いくらだったら出せますかと。1000万ぐらいの価値の土地なんだけれども、えー、現金速効も払うんだったら、ちょっと値下げしてもいいですよみたいなことを会社も考えてる。じゃあ、取締役個人の B さんが、あ分かりました。800万でどうですか ?800 万だったら現金即決で払えますよみたいなことを言ってるわけですよ。で、ではそこでですよ。 えー、分かりましたじゃあ800万で売りましょうとういうことで売りましょうの意思表示そして買いましょうの意思表示意思の合致はありますよねでも少なくともこれどうでしょう会社は確かに現金即決で現金が千あの800万円はすぐ現金振り込まれるかもしれません、えー、現金すぐにゲットはできますけれどもでも1000万相当の価値は価値の土地を失ってしまうわけでしょ 現金をすぐに入手できたというメリットはありますが、でもその反面会社からしてみたら1000万相当の土地を手放して現金800万しか入ってこないですよね。となるとこれ果たしてどうなんでしょうか。でしかも買い主は B さん個人、B さんはうちの会社の取締役のメンバーじゃないですかという状況ではあるわけです。 取締役がむしろ800万現金即決で払うと言っても800万円の現金で1000万相当の土地を取得してるんでしょう取締役個人としてはなんかちょっと得してる状況になってますね。でもその反面取締役個人が得してるってことは会社はまあ帳簿上で言うと損はしてるでしょ ?1000 万相当の,ととの,との、相当の土地を失って現金800万しか入ってきてないわけ で、これいかがなものですかねっていうとこなんですよ。ってことで、では、これ、えー、本当にそれが必要な行為なのかどうなのか、もしかしたらどうでしょう、これ。例えば、えー、B さんってうちの会社の取締役のメンバーなんでしょう。A からしてみれば、言ってしまえば仲間うちですよ。取締役のメンバーですから。 ととなると一応ねうちの会社あ、ね、今すぐ現金、えー、現金が必要だという体に見せかけて、えーまあ、とりあえず、えー、お前に安く売ってあげよう,うみたいなことがあってはまずいじゃないですかということからこの場合上の文章をご覧ください。利益相反取引とは取締役が当事者としてまたは他人の代理人代表者として、えー、会社と取引をする場合。 でこれが今言った直接取引つまり取締役が会社の相手方として直接契約を締結するようなパターン直接取引あとは、まあ、取締役以外の第三者と会社との間のと間接取引であってとありますが間接取引に関してはまた後次のページでご説明していきますからとりあえず今は売買契約のような契約の直接の相手方になるケースで考えてみてください。 こういった場合において少なくともこのアンダーラインね、えー、会社と取締役の利益が相反するものを言いますというところです。そうするとこのような場合において少なくともさっきから言っておりますように取締役は会社に対して全館注意義務忠実義務を負ってるでしょ。う となると、まあ、例えば、A さんは、売り主たる、えー、会社の売り主たる意思表示をするわけですが、その場合において、少なくとも、会社が損をするような意思決定をしてはならんわけですよ。だって、会社損しちゃうでしょ。で、ということで、この場合も、やるんだったら、あちゃんとした手続きを踏みなさいと。 ですから先ほどの協業取引なんかにおいてもやっちゃダメって話じゃなかったですよね。やるんだったら果たしてそれが経常妥当な行為なのか本当にうちの会社にとって必要な行為なのかどうかというのを吟味した上で承認をもらいなさいということにいたしました。 とということでその後利益相反取引に該当する行為をしようとするときは株主総会もしくは取締役会設置会社においては取締役会において重要な事実を開示した上でその承認を受けなければならないよってこの重要な事実の開示例えばねその金額だとかも当然そうですよね。1,000万相当の土地なんだけれどもそれを800万で売るんだ。 ただ、うちの会社、例えば、今月末にこんだけの支払いが予定してるんですと。今月末支払いの、まあ、現金が必要なんだ。えー、今月末に、えー、支払いが、まあね、会社の弁債務弁済期到来した債務があって、こんだけの現金が必要なんだけれども、うちの会社に今、あ弁済に充てるだけの資金がこんだけしかないと。つまり、えー、今月末の支払いが滞ってしまうと、場合によっては、例えばうちの会社、不渡り出しちゃうから。 下手したらあうちの会社あ、ねえー、今すぐ現金調達が必要だこういった状況において今から不動産屋さんに売りに行ったとしてもなかなか今月末の入金この土地の売却代金の入金というのは厳しいかもしれないという状況を考えると B が個人で買ってくれるんだったらで、G、B だったら、ね、800万だったら今すぐ現金で払えると言ってると。 そういった場合なんかにおいては少なくとも会社経営上それが必要な行為と思うのであれば少なくともそれを取締役もしくは株主総会にかけてこれこれこういう状況ですと。ということで、えーまああのねえー、判断しなさいと少なくとも AB だけでこっそりやるような話じゃないでしょということなんですよだって会社損するかもしれないわけですから。ということででは。 会社と契約を締結することがあそれが直ちに、えー、あの利益相反取引に該当するかどうかということでちょっとこれをね、えー、チェックポイントといたしまして具体例で出てきたときに判断できるようになってほしいんです。ってことでまずね、えー、この直接取引において点々の下の枠をご覧いただきたいんです。利益相反取引のの判判断、判断の目安です。 つまり会社が何か契約をする際にですよで、えー、利益相反取引に当たるかどうか利益相反取引に当たると判断されたならばあーこの場合、えー、まあ取締役会もしくは株主総会の承認決議が必要なんですよね。じゃあ承認決議が必要とされる利益相反取引に関して見ていきましょう。まず ① 番 判断ししたいい会社をピッックアップしてくださいよって資格の1番ケースだと売り主たる高株式会社まずこれが判断の対象となる会社ねでその上で二番一の会社と直接取引行為を行っているもの直接取引行為を行っているものっていうのは相手方として契約の意思表示を行っている人これを特定してください。 契約の直接の相手方として意思表示をしている人これをまず確認してくださいその上で今度三番相手方として意思表示をした者が一の会社の取締役の地位にあるか否かを判断してくださいで後ろ「代取りでなくても」と書いてありますね。つまり うううちののの会社の平取取でも取締役の地位にあるかどうかどとというとこなんですよよって資格の一番ケースにおいては飼い主として「はい買います」「800万だったら現金即決で出します」と言ってる意思表示をしてる人はうちの高株式会社の取締役たる地位持ってますね。 よって、えー、この資格の1番ケースにおいては、丸四番。下の点々の枠の中丸四番、えー。うちの会社の平取りの地にあるでしょよって、えー、丸三に該当するならばあ、取締役は会社と取引をした。で、えー、またはのところはまたこの後、資格の2番ケースでご説明していきますから、取締役が会社と取引をしたケースに当たります。よって、 2行目の真ん中直接取引に該当することになりますよ。よって、えー、承認決議株主総会もしくは取締役会の承認が必要ですと。よって例えば資格の1番ケースにおいて今ねここの図に表したものだと平取 B さんがあ個人として会社の土地を買うということをやってる。少なくとも売りますますす買いは 一人でやってるケースじゃないでしょ高株式会社の大取 A さんがこの土地買いませんかで、そして個人の B さんがはい買いますと。うんね、えー、別人が契約を締結しているわけですけども、うちの会社の平取がその土地を買おうとしているのであれば、承認決議をもらいなさい。もしかしたらですよ、むしろ会社にとってラッキーな条件かもしれません。 えー、B さんは会社のことが大好きなんですよ会社の窮地をなんとか救いたいと思ってるんですよ1,000万の土地だけれども今まで、えー、会社あではねいろいろ夢を見させてもらったとかってね B さんは1100万払うぞみたいなこと言ってくれてるしかもしれないでしょ。よって、えー、契約内容っていうのはもちろんね金額面だけではありません事案を総合考慮していかなきゃいけないという状況ではあるけれどもでも少なくとも、えー、その契約をするのであればです。 よって金額面で上回ってるんだ,だったらとかそういった話じゃないんですよそんなものって諸条件考慮していかなきゃいけませんから金額面だけでは割り切らないこともあるわけですねだってですよ1000万の土地を1200万で取り締役個人が買うじゃあ会社損しないじゃんと言ったとしてもですよでもその代金支払いが5年先でいいですかみたいなことだったりすると別にその,今その契約今する必要がありますかって話になりますね よって金額面だけけででではあそれがいいいかかどうかの判断できないわけですよよってでしかももっと言うと B 個人の視力にも関わってくるでしょということからもうとにかく契約を締結するならその契約内容だとかを開示した上で本当にそれが必要な行為かどうかこれを、えーまあ、株主総会取締役会の承認決議をもらえというところなんです。で 資格の一番ケースだとす、まあ、すごくわかりやすいパターンなんですなので資格、まあの一番ケースだとうちの会社の取締役がうちの会社の土地を買うああこれはちょっとまずいかもしれんねというところは容易に想像つくんですが、まあ、特にね例えば問題文なんかにおいて、えー、ちょっとあれこれはどうだろうと思われるようなケースが資格の二番パターンなんですよ。 四角の2番パターンだと子会社の土地をおつ会社に売却しましょうという状態なんです。となると売り主としての意思表示は代取 A さんが行います買い主としての意思表示おつ会社の代取は 右上の点々の枠の中ご覧ください。あ、ね、右上のだあのあの,あの四角ね。右上のあのあの枠ご覧ください。おつ会社の大取人は D さんです。おつ会社の取締役に関しては A、B、D なんですよ。これ結構ね、複数の会社の役員を兼務している方っていうのはいらっしゃるわけですよ。つまり A さんは 高会社の代取りでありながら乙つ会社の平取りもやってますよという状況なんです。となると A 会社のこれは高会社の土地を売るわけですがああね高会社の土地を A さんからしてみたら私が平取り勤めてる会社に売るんですよね。となるとこれ高会社 損しますでしょうかと、うん、後買い者にとって、えー、利益相反取引に当たるか。さらにはですよ、おつ会社の目線でも考えなきゃいけないんです。売り主の目線だけじゃダメなんです。買い主の目線としても、もしかしたら一千万相当の土地を一千二百万で買うみたいなことがあったりすると、これおつ会社だって損するわけですよね。となると、おつ会社においても。 うちの会社にとって取締役の個人的便宜を図っている状況にあるかどうかを考えていかなきゃいけないんですよ。ということからまず契約の総合が会社の場合においては売り主主買い主別々にチェックししてほしいんですこれ一気に見ようと,するとかえって混乱しますので売り主側のチェック買い主側のチェックこれを別々に行っていください。 ということで、えー、今度また下の枠で見てみてくださいよってまずこの丸一番ね、えー、これ一気にチェックしようとすると混乱しますのでまず判断したい会社をピックアップつまりまずは公会社にとって利益相反に当たらないかどうかということからまず見ていきましょう公害者会社おつ会社別々に判断するんですよまずは公会社の方からチェックしていきます 公会社をチェックします。じゃあ、丸二番ね。公会社と直接取引行為を行っているものつまり相手方として意思表示をしている人。公会社の相手方として意思表示をしているものこれを特定しましょう。公会社チェックなんだけれども、相手方として買いますと言っているのは、でですね。じゃあ、そのでさんが、 公会社の取締役のメンバーにいるでしょうかということを確認してほしい。これが今度枠の中、点々の枠の中、丸三番なんですよ。丸三番。相手方として表示をしたものが、丸一つまり今チェックしている会社、公会社ね。公会社の取締役。大取りじゃなくても構いません。左取り、平取りでも構いませんが、えー、うちの会社の取締役のメンバーにいるかどうかをチェックしてみてください。となると、 上に公会社おつがいありますね。今公会社チェックをしております。相手方と意思表示を意思表示をしているのは D さんです。D さんはうちの会社の取締役メンバーにいないですね。となるとこの場合取締役の地位ありません。平取の地位にもありません。となると、えー、丸四番丸三に該当するならば該当しないですね。よってこの四角二番ケースにおいては。 公会社については利益相反取引に当たらないんです。よって、えー、ね、確かに、飼い主としてのおつ会社のメンバー、おつ会社の取締役のメンバーの中には、うちの会社の A さん B さんが平取りを務めてはいるけれども、少なくとも公会社にとってみると利益相反取引に当たらない。 よって、子会社においてはあ特に、えーねあのー、株主総会なり取締役会にかける必要ない。では、オツ会社についてチェックしてみましょう。別々に判断です今度、オツ会社で言いますと判断したい会社ピックアップ下の点々ね、オツ会社判断です。丸2番 丸一の会社つまりお津会社の相手方として直接取引行為を行っている意思表示をしているものは誰ですかっていうとお津会社の相手方として売りますって言ってるのは A さんねその A さんが枠の中点々の丸三番丸二のもの A さんが丸一の会社つまり今お津会社チェックしてますね。おつがい者の 取締役の地位にあるか否かいますね。おつ会社の取締役には A さんがいますよね。となるとこの場合「丸四番三に該当します」相手方として意思表示をしている人がうちの会社の平取りにいるじゃないかということになりますと取締役は会社と取引でその後またはここの部分なんですね。取締役が 第三者の代表者。で、または代理人はとりあえず括弧で結構。つまり、第三者、相手方として、その代表者として、会社と取引をしているというケースに当たりますから、この場合、承認決議が必要です。結論として、資格の2番ケースにおいては、公害者は、あね、えー、利益相反の承認手続きを経る必要はないですが、えー 会社について見ると契約締結に際してがではあ取締役会の承認決議が必要と,ということで特に会社と会社の契約なんかにおいてあの結構関係会社なんかにおいてですよ、ね、あの役員があ、ねえー、私は例えば A さんとか B さんとかそうですよねあっちの役員もこっちの役員もやってますと。 ね、えー、じゃあね、え、こう、映画、公会社が土地売りたいのであれば、うちの会社が買ったれば、みたいなことでですね、えー、買ったりするときなんかにおいては、ね、えー、こういったチェック、双方の別々に判断しなきゃいけないという点です。ここは要注意です。で、ただね、このあたりも、まあ、売買契約なんかにおいては、まあ、売買契約民法で優勝契約と言いますね。えー、ま、ああね、そうすると、 価格面だけではなくて、えー、まあ総合考慮していかなきゃいけないわけですよ。ねえー、価格面で、えー、少なくとも1,000万の土地を1,000万で売却すること、まあ、少なくとも会社損しないじゃないそうじゃダメな,ダメなんですよ、えーね、あの例えば支払い条件等によってはなんでそんな不利な条件で契約締結したんだということもあ起こりうるわけですからそこは慎重にチェックが必要ということになっていきます。ただ明らかに会社は損しないよねと いうケースもありますよって例えば医師の合致で行う契約であったとしてもこれどうでしょう例えばじゃあこのね、えー、そうですね公害者の中で見ますと例えば公害者はですよまあちょっと工場用地を探してるとこういう状況において公害者は工場用地を探してるんですよ。ここで、C、さんが えーまあ、あのねうち使ってない土地があるからってことで新産個人所有の土地を公害社に贈与するという場合であれば贈与って契約ですよね意思の勝ちで行いますよねそうするとただ単に土地をもらうだけであれば少なくとも公害社損しないですよね契約意思の勝ちではあるけれどもよってこの場合 えー、点々の枠の中ラスト1行を見てほしいんですただし形式的には丸 ③ 番に該当しても当該取引が会社に一方的に有利な場合を除くと書いてあります例えばこういうの先ほど言った話ね C さん個人所有の土地を公害者が単なる贈与負担なしで贈与を受けます贈与だって契約でしょ となると「高会社としていただきます」の意思表示は大鳥 A さんが行ってでそして C さん個人がじゃあお宅の会社にこの土地を贈与であげましょうと「うあげます」「いただきます」の意思表示の合致を行っています。点々の枠の中1 1 1 2 3全部該当してるんですがただこういった場合なんかにおいても少なくとも損をしないんだったら。 ねえー、この場合、ただ単にもらうだけであれば、会社損しないので、わざわざ株主総会になる取締役会をかける必要なかろうというところなんです。では、このあたりね、契約締結だったら常に承認決議が必要ってわけでもないので、試験対策として5ページの上。これは覚えてほしいんです。で、承認を要するもの要しないもの ということでこれが先ほど会社に一方的に有利な場合を除くというところにも絡んでくるんですがまず、えー、承認を要するもの一番会社からの財産の譲り受けこれは例えば取締役個人が会社から財産を譲り受ける譲り受けるっていうのはですから会社の土地を買い取るとかもしくはあ会社の土地をもらう。 だって会社はただでこの土地をあげる。会社は土地を失ってしまうと。ということで、えー、承認を要します。あと、丸二番。会社から金銭の貸付を受けるというところも、この場合、えーねあのー、利益相反取引に該当する。つまり承認決議が必要ということなんですが、これもね、 例えば、えー、じゃあ、公会社が取締役審さんに個人的に、あのね、C さんがお金に困ってるからってことで、100万円お金を貸し付けることにいたしました。弁済期を3ヶ月後として、100万円貸し付けることにいたしました。で、でも、これ会社にとってみると、 金銭の貸だって C さんの個人の視力以下によっては場合によってはお金回収できなくなるかもしれないでしょう。で、ねえー、不良債権で、えー、ねお金回収で C さんが破産とかしちゃったらどうしますというとこなんですよ。よって、えー、金銭の貸し付けをね会社がする取締役が受けるという場合であればそれは承認を要します。 これもあの絶対やっちゃダメというわけでもないんですよ。例えば十分な担保を設定しますで結構いい利息取りますと。で、えー、もう例えば100万円貸し付けます、えー、利息15%です十分な担保も設定しますという状況であれば、まあ、確実に回収できる担保もあってですよで利息も取れるという状況であればまあ悪い話でもなかろうよ。 よってねするんだったら承認を取れなさいと承認決議があればってところです。あと丸三、えー、番今度は逆に会社がお金を借りる側なんですが丸三番会社に対して利息付きで金銭を貸し付けること会社が借り借りる側ではありますがこれ利率によってはなんでそんな融資を受けたんだって話にもなり得ますよね。 会社がお金を借りる側です例えば会社はもうあのね資金調達に困ってますという状況で、えー、お金を借りるでも例えばその利息無利息で会社がお金借りるんだったら少なくとも会社は損してませんけれども例えばあ、ね、100万貸し付けますで15%を、ね、の高い,高い利率ですよね。そんな融資受けなくてもわざわざ資さんから会社お金借りなくてもむしろ銀行から融資受けた方がもっと低い利率で借りられたじゃんということもありえるでしょ よって本当にその融資を受けることが会社にとってみると必要かどうかも判断してちょうだいよって話なんですよ。あとは、丸四番「会社への財産の譲渡」とありますがでこのあたりね取締役個人の財産を会社に譲渡する譲渡は優勝・無償を含む概念ではあります。 ただし、この上渡優勝だったらもうね、利益相反、取引に該当しますから承認必要なんですが、特に、贈与の場合は注意が必要ということで、その贈与も、負担付き贈与、負担なしの贈与というのがありますね。よって、ちょっと下の枠の丸一番も合わせてご覧いただきたいんですよ。下の枠の丸一番見ていただくと、承認を要しない。つまり、先ほど言った、 会社が取締役個人の C さんから負担のない贈与を受ける。C さんが、C さんもその辺の地主なんですよ。えー、全然使ってない土地いっぱい持ってるんですよ。会社が工場用地を探してるんですよ。C さん個人が会社にその土地をあげますよ。でしかもそれが負担なしであげますよ。という状況であれば、少なくとも会社は損しないですね。一方的に有利と。 言えますすかららこの場合にはは承認はいらないなんですただし贈与は贈与でも負担付きの贈与であれば負担内容以下によってはそんな贈与を受けるべきではなかったというケースもありえますね。負担の内容次第ではむしろそんな贈与を受けちゃいかんだろうと会社損するだろうというケースも考えられます。よって えー、負担なし贈与の場合には承認決議いらないけど負担付き贈与の場合にはその負担のいかんを、えー、判断しなきゃいけないから承認が必要と。とありますがこれはねもうすでに会社が取締役に対して債権を持っているという状態。 会社が取締役に対して債権を持ってる。例えば、以前、会社が取締役個人に対して、例えば、土地を売却したことがあった。それは、かつて土地売却に関しては、もう利益相反取引の承認、受けた上で、土地売却を行ったんです。代金支払いが、例えば、今年度末となってました。 今年度末っていう状況なんだけれども、でも取締役が個人としてもうお金払えなくてちょっと困ってる状況だ。いいよいいよ金払わなくてって会社の側から、債務免除って一方的一表示ではありますね。よって、意思のガチで行う契約ではないんだけれども、これやっちゃったらどうでしょう会社明らかに損でしょ お金回収できたのに、会社から取締役に対して債務免除の意思表示をしてしまったら、会社は債権失いますね。お金入ってこなくなるでしょ。う。ということから、えー、会社から単独行為である一方的意思表示、単独行為というのは一方的意思表示ね。一方的意思表示で、金払わなくならなくていいよ、というのであれば、あーね、承認が必要。まあ、通常これ承認得られないでしょうね。という状況ではあります。 今日は丸6番取締役が第三者のために、えー、代理人として会社と取引をすることおというとこですがこの「○六番に関しては先ほどの前のページの資格の2番のようなケースですよ資格の2番のようなケースで、えーまあね、取締役が第三者のために代理人として会社と取引をするというとこです。 あと例えばですねじゃあ資格の2番じゃなかったとしてもこういうのはどうでしょうではねちょっと資格の1番ケースの類似,類似事案として考えていきますと例えばね会社の土地を今売りに出したいと言ってる時にこの土地を今すぐだったら現金で買ってもいいよと言ってくれたのが X さんでした X さんは公害者にとってみると全然関係ない人ですよね X さんがこの土地を買ってもいいよと言ってるけれどもただその X を買い主とする契約締結を B を代理人として X は契約締結の代理権を B に授与しましたそうすると 当該売買契約の買いますの意思表示、意思決定している人は、うちの会社の取締役である B ですよね。代理人は裁量を持って売ります買いますの意思決定をして意思表示をするものに当たりますね。となると、場合によってはね、これ、えー、条件面においては、確かに買い主は X ではあります。 買い主は X ではあるけれども、ただ、代理人として思決定をする B の、えー、ちょっと顔色を伺ったりだとか、ちょっと有利な内容で、えー、ね、B に花を持たすみたいなね、形で契約をしてしまうとまずいわけですよ。これ今のね、買い主 X、X の代理人 B で、下の枠の中で考えてみましょうか。まず判断する会社としては公会社ね。その上で、丸二番。 一の会社と直接取引行為を行うでしかも取引行為と言っても買い主は X だけれども意思表示は B が行ってますね B は代理人ですでそして、えー、代理人として、えー、意思表示をしている B が丸一の会社今現在判断している会社は公会社でしょ公会社の取締役の地位にあるじゃない となると丸四番、えー、それに該当するならば2つ目の鍵括弧ですよ取締役が第三者の代表者じゃなくて今回代理人なんですね取締役 B が第三者 X の代理人として会社と取引をしているケースにあたります。よって ととってみると買い主は X だけれども X の代理人として意思決定をしている人うちの会社の取締役じゃないかということになりますからこの場合も「子会社の取締役会承認決議が必要と」ということで、まあ、それがね承認を要する丸六番パターンということで 特にこの代理人についてはあ裁量権を持つからという面があるんですね代理人は裁量権、えー、これを持つからという面ですではこれに対して今度承認を要しないものといたしまして会社が取締役から負担のない贈与を受けるというのがこれが先ほどの話少なくとも負担なしの贈与であれば会社は損をしないでしょうというところです さらには、丸二番。会社が取締役に対する既存の債務を履行すること。これは、会社が取締役に対して債務を負ってるという状態なんですが、でも、債務の履行って、やるべきことをやるだけですよね。例えば、 うちの会社は、まあちょっとね、当座の資金お金困ってて、かつて取締役、例えば B さんから会社はお金を借りてました。B さんから、あ取と会社はお金借りてました。それ弁済するだけでしょやらなきゃいけないことやってるだけですよね。よって、えー、その弁済をすること自体は、あこれは、あね、えー、弁済してもいいですかって、じゃそもそも弁済しなきゃいけないんですよ承認いらない。 あと、丸三番。これどうでしょう。総裁適場にある債権について、取締役が総裁をすること。で、えー、この総裁適場にある債権というのが、まあ、総裁に適した状態。まあ、えーね、両債権の弁債権が到来してるだとか、ああ、っていう状況ではあったりします。例えば、じゃこれどうでしょう。かつて、取締役が会社にお金を貸していました。 会社にお金を貸ししていましたただ例えばねそのお金の貸し付けが百万円だとしましょう。で会社はもうそのね弁済期到来してるんですよ。弁済期到来してる状態でじゃあ例えばあじゃあ取締役個人としてあのー、ねじゃあですねあ失礼えー、そうかあ会社がお金を借りてるではなあ会社がそうですねお金を借りてるではなくてじゃあ失礼こうしましょうか失礼しました。 取締役がかつて、えー、利益相反として、まあ会社からお金を借りてました。で、その時はかつてもちゃんと利益相反で承認決議を得てるんです。よって、えー、取締役は会社に弁済しなきゃいけない状態です。ここですよ。もう、弁済しなきゃいけない状態で、じゃあ例えば、あ取締役の、まあね、100万お金を借りてました。で、ね、えー、取締役の、例えば、ああね、えー今ーー、今年の、今年の、今回のボーナスが100万ですと。 いった場合なんかにおいて、じゃあその報酬とボーナスとボーナスと弁済とあれチャラにしてくださいと、ということを取締役の側から言うとどうでしょう少なくとも対等額で債権債務が消滅するだけでしょう総裁って一方的印象ではあるけれども弁済と同様の効果ですよねであれば少なくともこれ対等額で百万百万消えるだけでしょう。 でしかも総裁適場ってことはあ弁済期到来前とかでもないわけですよね。よって、えーね、100万払って100万、えーねあのーねえー、払うお互い100万,払 100, 万100万払うぐらいだったらあ総裁で一方的意思をジェチャラにしたって少なくともどっちとも不利益はないでしょ。もうとにかくねこの利益相反の観点というのは会社が万が一にでも損しちゃ困るという観点なんですよ。 下の枠のケースって少なくとも会社が損をするケースじゃないですよね。やらなきゃいけないことをやってるだけそしてまた一方的に土地もらってるだけ、えー、総裁だって総裁適場にあるってことは双方とももう払わなきゃいけない状態なんですよ。それ一方的に生じてチャレンジしてるだけでしょ。問題なく損するパターンじゃないんです。あとは ④ 番。 会社に対する無利息無担保の金銭貸し付というのはこれ取締役が会社にお金を貸し付けるでこれ上のね丸三番と区別してほしいんです。上の丸三番と、えー、下の丸四番、えー、これをちょっと区別してほしいんですが。 利息次で金銭の貸し付ける、えー、場合においては利率移管によってはなんでそんな高い利率でお金借りたんだという状況があり得るでしょう。これに対して無利息無担保で会社がお金を借りるんだったら少なくとも会社損してないですよね。あと。 あくまでも下の四番っていうのは会社がお金を借りる側なんですよ。会社がお金を貸す側だったら上の二番に当たりますからね。会社がお金を貸す側だったら取締役個人の支払い能力だとかも含めてたとえ無利息でお金を貸す場合でも何でその支払い能力ない取締役に無利息でお金貸したんだって話になるわけですよ。 よってその融資が本来必要かどうか承認決議が必要です。でも下の丸四番だと会社がお金を借りる側しかも無利息で借りられるのであれば少なくとも会社は確かに100万お金借りたならば100万の債務を負うことになるけれどもでも少なくとも今すぐ100万会社お金用意できたわけでしょ。無利息でお金借りられるのであれば会社は損してないんです。 100万の債務は負ってますがでも同時に100万円現金入ってきたわけでしょ。っていうところです。あと丸五番なんですが普通取引約款による行為とありますがこの普通取引約款というのはですね、あの後ろに運送契約だとか保険契約だとか預金契約ってありますけれどもあの、まあ、要は、もう定型的なものなんですよ。 契約内容があらかじめ取引約款といったものでもう決まってるんですね。ってことで例えばね運送契約とありますよね運送契約まあ例えば宅配便でしてもですよこのぐらいのサイズこのぐらいの重さでここからどこまで送る何やもういくらですよってもう定型料金決まってるつまり交渉ごとで料金だったかを決めるというものではないパターンです。 契約内容があらかじめ約官によって決まっているものであれば、この場合、会社の取締役がその契約を締結したとしても、全然関係ない普通のお客さんが契約しても、その約官通りの内容だったら、あ何か取締役の便宜を図ったという状況にならないでしょ。う。約官に則っ,った契約であれば、誰が契約をしても契約内容決まってるんです。であれば、感謝損してないから OK でしょというイメージです。 まあね、運送契約保険契約預金契約といったものがあ過去判例とかではありますが、まあ、そういったものであれば少なくとも約間も契約内容をあらかじめ決まってる交渉ごとととでで契約条件等を決めるケースじゃないいからということですあと丸六番なんですが取締役があ株主全員の同意を得て 会社から財産を譲り受けることとありますがこれね取締役が会社から財産を譲り受けるとそこだけで言うと上の一番パターンなんですよ。承認が必要な一番パターンでしょ。ここのポイントは株主全員の同意を得てという部分なんですね。つまり そそもそもではこの「利益相反取引において会社の承認をもらいなさい」いいというのは会社の財産が不当に取り締まり役に良質していくのは困ると会社の利益保護という観点でしょ会社の利益保護という観点はイコール株主の利益保護にもつながってくるんですよ。 じゃあ会社の利益保護イコール株主の利益保護その株主さんたちが人に残らずいいよと言ってくれているのであれば取締役会決議による承認もらわなくてももういいんじゃないかというとこなんですよね会社の利益保護にある以上取締役会の承認がなくても株主全員が同意していれば承認手続きである取締役会決議を減る必要はないと ということなんです。で。 まあここままでで直接取引ではありますねあの具体例として出てきたならば、まあ、あの特にこの右上の今のね図表をこれはしっかりあの判別できるようにしてくださいでこのあと、間接取引ではあるんですがただ、ちょっとこのまま話しているとあの時間ちょっとオーバーしてしまいそうなのであの一旦ちょっと早いですが休憩取りまして後半、講義からじゃあこの間接取引から見ていくことにいたしましょう。それででは10分間の休憩です はい、えー、それではあ後半講義始めてままいいいりたいと思いますで、えー、続きましてさっきの続きですね、利益相反の今度は間接取引という部分なんですが、でこちらに関して、まずね、えー、この間接取引っていうのは、あね、会社の取締役が、えー、直接契約の意思表示をするケースじゃないんですよ、相手方として意思表示をするケースではないんですね。ということで、えー、ちょっと見ていきましょう。 会社と第三者の取引行為ではあるが、ですから、相手方として表示をしているのは、あねえー、会社の取締役じゃないんですよ、ということで、第三者の取引行為ではあるが、あその結果が、あ会社と取締役との利益相反関係に当たる場合ということで、もうこれ試験対策としては、担保権設定で考えていただければ十分かなと思うんですが、まあ、抵当権設定だとか、例えばそれ連帯保証だとかね、と、えー、いうとこなんですが、ご覧ください。 では後者が取締役 B の債務を物上保証するという文なんですがでここでね「抵当権者 A」そして「B」A、と書いてありますが A が B にお金を貸し付けました。 でただあ、例えば B の視力だとかちょっと不安なんで、えー、ね、公会社に物情保証してください。ということで、提督権設定契約を締結するという場面なんですが、提督権設定契約にピンポイント。で、提、え、督、ー、権設定契約にスポットを当てていただきたいんです。提督権設定契約は、A と公会社で行いますね。で、よって、公会社の契約の相手方は、 ねえー、A さん、ね、ではあるけれどもただ、まあ、これ A さんでもいいんですが、まあ、A さんというよりごめんなさい、えー、失礼ちょっと A さんじゃなくてですね X さんにしましょうか失礼しました X さんにしてみてください A さんだと、えー、うちの会社の大取りになっちゃうので、まあ、A でも結論変わりはないんですが X にしましょうではね契約それ自体は 公害社の意思表示をするのが大取 A さんね A さんと X さんで契約の意思表示をしていますよって先ほどの利益損販取引のチェックでいうと相手方としての意思表示これは AX にあたりますが今回は直接取引じゃないんですよ間接取引どういうことかというと右側見てください定当権設定契約それ自体は公害社と第三者の行為 第三者っての契約の相手方 X はうちの会社に全然関係ない人ですね。けれども、ただし会社の不動産を持って取締役個人の債務を担保することになるため利益相反行為に当たると。で何がまずいのかというと、後会社の平取 B さん、万が一 B さんがお金返さなかったら抵当権実行されてしまうと、後会社は土地を失ってしまうというリスクが発生する行為でしょ。 となると当該抵当権設定契約は取締役の便宜を図っていると言えるでしょ公害社が犠牲になってしまうかもしれないという面なんですよよってこの場合にはああね公害社の株主総会もしくは取締役会承認決議をもらいなさいというところなんです果たして当該抵当権設定契約が本当に必要かどうかというところですよ会社だって土地を失うかもしれないんでしょ とといいうここで、で、え、で、ー、承認を要すす。るもの、この3パターンで覚えていただけば十分です取締役の個人の債務を担保するため会社所有の不動産に定当権設定をする場合ということです。よって例えばね会社の債務を担保するため取締役個人の不動産に定当権設定をすることこれは 利益相反の承認決議いいらないんですよだって会社の債務を物上保証してもらってるだけでしょ取締役に物上保証してもらってるだけですよね少なくとも会社損しないですよね定等権設定契約を取締役は個人と定等権者で行っていますからあくまでも会社財産を犠牲にしてまで取締役の便宜を図るのはまずいって発想なんですよ 抵当権設定契約そのもので、えー、直ちに処理金をしたわけではないけれどもお金返さなかったら実行されちゃうかもしれないリスクを負うからというところですでさらに丸二番取締役個人の債務について会社が連帯保証をする場合連帯保証だって抵当権設定同等用でだって主債務者である取締役個人がお金返さなかったら連帯保証人である会社のところに請求来ちゃうわけでしょ あと丸三番なんですがこれはねちょっと物情保証ではないんですが債務引き受けの話なんです取締役の個人の債務についてその取締役が会社を代表して債権者に対し債務引き受けをする場合とありますがでこれ会社を代表してってありますのでちょっと書きますね。事案としてはあの まあ要は取締役の個人の債務を会社がまあ債務引き受けをする。例えばね、今回じゃあ X さんが A に個人的に融資をしておりました。A 個人の債務です。でこれをまあちょっと債、えー、X、A、債権をアルファとしましょうか。A の負ってるアルファ債務を後会社が債務引き受けをする。 債務引き受けをしますという時にこの債務引き受けをしちゃうと公害者あ A の債務を公害者が引き受けるというケースにおいてここでですよここのケース取締役個人の債務についてその取締役は会社を代表して債権者に対し債務引き受けをするってありますよね。債務引き受けにおいて例えば、ね、ここで公害え ととと X さんでで債務引き受けをすすることが可能です例えば X と公会社での債務引き受け面積的債務引き受けも A の意思に反しないのであればすることができますし例えば頂上的債務引き受けなんかだと A の意思に反してでもすることはできましたよね。頂上的債務引き受けをすると公害者連帯債務者となりますよね請求されたら払わなきゃいけないでしょ。 で、えー、X と公社の契約だけれどもそれによって、A、が利益を受けると、まあ、逆に言うと公社は債務を負うことになりますねこれもやはり、えー、公会社からしてみたらだってしかもこれ言ってるのは、えー、その取締役会社を代表してってことは公社として公社の代取 A さんが公社として一応示をしていると。 よって、まあ、この場合 A と後者の直接の契約ではない X と後者の,の契約ではあるけれども X と後者の契約ではあるけれどもただこの場合後者は債務を負うことになるよと債務者になるでしょ請求されたら払わなきゃいけないというリスクが出てきます。よって このようにこの間接取引に関して会社と取引き第三者の取引行為ではあるつまり契約の相手方の意思表示をうちの会社の取締役はしているわけではないんですけれどもそれによるその結果があその会社と取締役の利益,利益相反関係にあたるということでとにかくねここで実質面において判断しましょうっていう部分なんですよ。実質的に判断してくださいと。 会社が不利益を受けるリスク可能性があるならば当該契約に関してはやっちゃいけないとは言いませんやるんだったら承認決議を取りなさいということで、えー、下のところを見てください「利益損犯取引に該当するにもかかわらず承認を受けずにされた行為は会社取締役会においては無効であるがただ取引安全の見地から会社は善意。 無重過失の第三者には対抗することができないとされるということです。でこの言い方ね善意無重過失の第三者に対抗することができないということはまあ経過失の相手方は保護されるってわけですよ。あくまでも相手方の取引安全です。 相手方の取引安全の見地から、えー、経過失の相手方を保護されますがただ会社絡みの観点においては重過失あるものまあ要は契約締結においてよっぽどボケットしてたんですよ。よっぽどボケットしてた人に関してはもうその人の取引安全まで配慮してある必要はないんですよ。 よって重過失ある相手方に対してはあ会社は無効主張できてしまうんです。利益相反の承認手続きを経てないから無効ですと無効主張できちゃうよっていうことなんです。だって一つ目のアンダーラインね会社と取締役会においては無効なんでしょ。う。でもその無効を貫くと 相手方の不利益取引安全害することになりますから相手方の取引安全を考えるならば経過質の相手方あ、ね、多少過失があるぐらいだったら取引安全考慮した上で無効負傷はできないでもよっぽどボケットしてる重過失者に対しては無効負傷できちゃうよというところです。さらにその下ラスト2行をご覧いただきますと。と では利益相反取引の規制は会社の利益を保護するものためのものであるから相手方の側から取引の無効を主張することはできないということでまあ要は相手方は契約に応じたってことはあ、ね、会社の側が無効主張してこないってことは当初予定通りのはずですよね。自ら契約を締結したってことは当初予定通りのはずでしょ。 ならば、例えばね、会社は、後から、そのね、契約があったという、あの、例えばね、えー、利益損破の承認手続きは本当は必要なのに、それを得ていなかった。ただ、後から会社が見てみると、会社は問題ないと判断したんです。問題ないと判断して、特に会社の側から無効主張してないんです。 でも、えー、契約の相手方から、あねあね、いやー、これでね、歴史相犯だったんですってね、と。ね、えー、承認なが承認手続き事前に踏んでなかったんでしょ、と。ね、えー、承認手続き踏んでなかったから、あ向こうでしょう、私お金払いませんよ、みたいなことを、相手方の側から言う話じゃないんです。相手方は自分で契約締結したわけですから、当初予定通りなんでしょう。契約した以上お金払いなさいとか、そういう話になってくるわけですね。承認なかったから、履行したくないとか。 それは相手方が決めるべきことではないというところです。で特にねこのように会社の利益相反、まあ、直接取引においても間接取引においても実質的に見て、えーまあね、会社の利益を犠牲にして取締役の個人の便宜を図るべきではないという発想なんです。で実質的に見ましょうという観点なんですがちょっとね 同じ利益相反でも、まあ、今回会社の話なんですが同じ利益相反ではあるけれども民法でも利益相反ってありますね親と子の利益相反ってありますね。親と子の利益相反において民法の場合だと例えばこういう話どうでしょう例えばじゃあね あのじゃあ銀行からえバンク銀行です銀行から親が借金することになりました親が借金することになったでそして未成年の子どもが例えばなんかじいちゃんから遺贈かなんかでもらった土地に対して抵当権を設定する。 子どもが未成年者であれば親は子どもを代理することはできますね。ってことで定当権設定契約を締結する際ですよ定当権設定契約子どもの代理人として親が当該契約を締結することができるだろうかという部分なんですがこれだってですよまあ要は万が一親が借金返さなかったら定当権実行されちゃうと子ども不動産を失ってしまいますよね。 で、こういったケースなんかにおいては、例えばね、ちょっとじゃあね、これ、父一人子一人で考えてみてください。お父さんは、あ未成年の子供のお、ねえー、代理権、包括代理権を原則持ってます。だけれども、これが包括代理権持ってるからといって、いくらでもできちゃうよ。おっていうことをやってしまうと、親の借金を子供が物上保証する。ね、万が一親が借金返せなかったら、抵当権実行だ。子供土地失ってしまう。 これはやっぱまずいわけですよね。となると、この場合、じゃあ親子間の場合、これどうすればいいでしょう。やるんだったら、この場合、特別代理人を選びなさいと。家庭裁判所に行って、特別代理人を選任してもらって、で特別代理人が子どもを代理して契約をすると。 いう形を取りましょう。例えばね、まあ,あね、えー、こんなね、あのこんななんか独親と親というか、えー、これはまずいんじゃないの。例えばこういったケースだってあるわけですよ。例えば子供が重い病気にかかってしまった入院治療費、高額医療費が必要なんです。親が借金する。親は子供のための治療費として借金をする。ただ、ああ担保でお金貸してくれないので、抵当権設定すると。 まあ、その話をじっくり聞いてみると必要そうに思いますね。子ののための借金ですで、えー、子どもの不動産に定等権を設定するただ子ども名義でお金を借りるのではなくて親名義で借金してでそして子どもの不動産に定等権を設定する。でそういった話まで聞いてみるとまあなんかすごい親の応募という話でもなさそうですね。 でもそういった場合でもこのケースにおいてはやっぱり特別代理人必要なんですよ。ということで、えー、これをするならば、えー、まず家庭裁判所に特別代理人を選んでもらって特別代理人と銀行との間で抵当権設定契約をすると。 ね、これね親子間においては親子間の利益相反の条文は、えー、民法826条。民法 これはもう実質じゃないんです、えー、もうあくまでも形式面で判断しましまょうと今言った、ねえー、子どものための入院治療費のための親が借金したで子どものお蔵さんに定当権設定するなんか親の横暴でもなさそうですがとにかくもう外見だけで考えてくださいと何のためのお金を借りたのかそこの何のためのお金の,あの、ね、借金なのかそこまで考えていくときりがないんですよよって もうえー、形式的に親の債務を子どもの土地で担保するというケースであれば定当権設定契約それ自体は子どもの物上保障することになりますから特別代理の選任必要ですと。よって例えばね親子間の場合において子どもの土地を親が購入する親の土地を子どもが購入する。 子供は未成年者であればあ自ら契約締結じゃなくてですね、えー、その場合親に代理してもらうことができるかっていうともし親代理できちゃうってことになると結局親は子どものほうか代理人ですよと、ね、例えば1,000万相当の土地なんだけれども、ねえー、じゃあ100万で買うよ、えー、100万で売りよみたいなことを人でのこう落語みたいな話になっちゃいますよね。えー、ダメでしょと。 ねこれ、じゃあ、1000万相当の土地を、親が1500万で買うんだったら、子供損してないでしょ。いいですかっていうと、これも、もうとにかく、行為の外形だけから判断しましょう。ともう見た目なんです。見た目。えー、今言ったように、もうとにかく、えー、もう形的に判断しましょう。じゃないと、えー、ね、あのー、 価格面が、ね、すごく例えば1000万相当の存在なんだけど1500万で買いますよという場合でもこお,父お父さんが1500万で買ったらわという場合でもじゃあ弁災期は50年後とか100年後とかいやいや100年後お父ちゃん生きてないじゃんみたいなところだったりすると意味がないでしょというところになりますから。よって、まあ、親子間は、ね、特別代理人任0が必要です。手続き的には 親子間の利益相反はまあそもそも何とか会議の承認得ましょうってことはありえないでしょよって家庭裁判所に行って特別代理に選任してもらってね特別代理人があ子どもを代理して契約を締結する会社の場合であればあ、ねえー、取締役会もしくは株主総会の承認決議を取るという形で。 では続きまして、えー、今度6ページいってください。取締役等の会社に対する責任、えー、とありまして、まあ、今度はねちょっと今の話にも絡んでくるところではあるんですが、えー、1番任務下退責任とあります。で この任務、帯責任に関しては、ねあのー、まず、ですね、まあ、任務携帯、まあまあ、っというのはサボるとかそういったイメージなんですよ。ですからやることやってねえじゃんとあなたやることやってないのにそれによって会社損しちゃったじゃんと会社が損害被ったじゃんお前のせいだろ損害賠償だという話なんですね。ご覧ください。取締役、役、そして会計産業監査役執行 公約または会計監査人これを全部ひっくるめて役員等と言っていきますで役員等の私利私欲から会社の利益を守る必要がありそのためには一般的な全管注意義務忠実義務のみでは不十分であるため、えー、厳格な責任を課す制度としてその任務を怠った時はこれによって生じた損害を賠償する責任を負いますよ いうことで,でまあ要は全館注意義務忠実義務を負っているならば、えーね、例えば、えー、義務違反だったら民法でもですよ、えー、義務違反の損害賠償の規定としては債務不履行の規定が民法一般法である民法にありますよね。ででもそれじゃダメなんですかっていうとそれよりやっぱりちょっと責任が重い厳しいんですよ。 とということで一般の債務不履行責任以上に厳格なのがあこの任、えー、けたい責任というものなんですでさらにその下責任を負う役員等が複数である場合にはあこれらのものは連帯債務者となるというとこです。で ではその任務下退責任の成立要件、えー、といたしまして点のの枠の中をご覧くださいまず一番任務下退があることお前らやってねえじゃんやることやってねえじゃんと、ね、そして二番会社に損害があることあとは三番任務下退と損害との間に因果関係があること。 例えばね、あの会社、部門、例えばなそうですね、えーまあ、建物だとか、例えば火災だとかが起きないように、えー、場合によってはそこに、ね、消火器設置したりだとか、あなんか、グ、ね、ビがありそうだったら、事前に手を打っといたりだとか、いろんな状況だとかっていうのはあ、役員たちっていうのはそれを配慮したりしなきゃいけないですよ、当然。でも、そういったものを一切してなかった。でそれによってて火災が発生して ね、事前にそういった手を打っていたならばそこまでの大ごとにはならなかったのにやることやってなかったもんだからああ莫大な損害が生じてしまったお前らがやることやってなかったんだったら会社は損したんだろうというところが言えるわけですよねあとその任務下隊と損害との間に異関関係があることであと任務下隊が役員等の責めに期すべき自由におることというところですこれらの要件を満たしたならば 会社の損害はあんたたち役員がちゃんとしてなかったからでしょうということで会社の損害を取りり締ま役たちに賠償させるぞという規定なんですですから役員たちもねちゃんとやることをやっていればこの任務たい責任負わなくて済むわけですよね。 会社が損害を負ったとしても自分たちはもうちゃんとやることやってますとこういう状況であればあこの場合任けたい責任に負うことはないというところにはなります。でただそうは言っても上に書きました、えー、上で言いましたようにやっぱり一般の債務不利行責任規定よりは厳格厳しいということになりますから、まあ、場合によってはね例えば 取締役たちとしてもです、ね、例えば会社は何か新たなチャレンジをしたいと考えている新たな業務分野に進出したいと考えているでそういった場合なんかにおいて例えば取締役会でも決議したりするんですよで新たな業界に参入したいと考えているでその業界に参入する際にはこういったリスクが考えられますよとか例えばこんだけ設備投資をして見込まれる売り上げはこんだけですとかでもこれに関してはこんだけのリスクが想定できますと。 でも会社の成長を考えるならば、えー、まあ場合によっては時としては危ない橋を渡らなきゃいけないとういうこともなくもないでしょうねでもですよそういいったたた場合において新たなチャレンジをしましまもちろんね予定される予想されるリスクだとかもできるだけ回避する策を講じて、えー、会社頑張ってみたんだけれども場合によってはそれがうまくいかなかった。 事業失敗したたならば全部取締役たちの責任ですかっていうとそれ全責任取締役たちに負わせるのはそれもちょっと酷ですよね。っていうことからまずここで考えていただきたいのはまず任務受けたい責任というものがあるということを前提としてでもじゃあ生じた損害これを全部取締役たちに負わせるのが果たしてだろうかっていうと。 いやちょっとこれは酷だよねといった場合にはまあ2番です免除だったり減減額軽減ですよこれができる道はないのかっていう部分なんです。ということでまず、えー、免除というのはゼロにする。 というケースなんですが括弧一1番責任の免除といたしまして、えー、役員等の任務下退責任を免除するためには総株主の同意を要するとつまり株主全員がまあ,あね確かに今回こういった損害を負ってしまったけれども、ねえー、ただ株主全員が、まあ、ちょっとこれは致し方ないよねといった場合であればこの場合にはあ、ね、あのゼロにしてあげることはできる。ただ この総株主の同意ってですねあの小規模な会社であればともかくとしてそこそこでかい規模の会社なんかであれば、まあ、現実厳しいわけですよね。となると括弧2番ですよ。で、えー、責任軽減ということで一部免除つまり減額です。で減額するためのやり方といたしまして。 三つのパターンがあります。それが資格の一番、二番、三番なんです。で、この任務受けたい責任を、えー、ね資格一二三で、えー、まあ減額できるというやり方が三パターンありますが、まず資格一番株主総会主導で責任を軽減してあげることができます。 このやり方として、まずね、えー、丸一番で、えー、損害が発生してしまいました。もちろんいいですかこれ。あの、あくまでも、任務下退があると、そして、えー、役員に奇跡性があるということが前提ですから、奇跡性がなかっただとか、ああであれば、こういった損害賠償、会社が損害を負った場合に、損害、常に損害賠償責任じゃないんですよ。けれども、まあ,あ確かに任務下退があった、そして役員等に奇跡性があると。 いう場合なんだけれどもただあじゃあ損害発生してしまった後に全員賛成は無理だけれどもちょっと丸二番飛び越えた丸三、ま、番見てください丸三番つまり特別決議ってハードル結構賛成要件高いんですよね。 で、株主総会特別決議っていうのは、ああね、議決権を有する株主の、え、関数が出席して、出席者の3分の2以上の賛成。えー、これ相当ハードル高いんですよ。で、 あのちなみにあの株主総会の普通決議とか特別決議に関しては以前やった会社の期間というタイトルの講義の中で株主総会普通決議、特別決議ってがっつり具体例を上げながらご説明してますのであのそちらの方の YouTube 参照していただきたいんですが、まあ、要はあ、ねえー、普通決議よりも通常の特別あの高いハードル普通常の普通決議よりも高いレベルでの賛成数がなければ成立しないので結構、この特別決議成立するの大変なんですね。 多数決レベルじゃないんですよ。出席者の3分の2以上の賛成が必要ですから。となると、でも、その高いレベルで、まあ要は、会社に損害が、えー、損害が生じた、それを、 減額してあげるよ、一部免除してあげるよってことは、会社の損害をまあね、払わなくて半分にしてあげますよとか、まあ要は、会社の損害、イコール株主の損害みたいなもんですから、株主さんたちが、まあいいよいいよと言ってくれてるのであれば、株主の大多数がいいよいいよと言ってくれてるのであれば、まあ減額したっていいんじゃないと。ですから、ゼロにするためには、一人でも反対者がいたらダメなん。 でもまあ,あ全員賛成ではないのでゼロにさしてあげることはできないけれども減額はあ、ね、大多数、まあ、特別決議という高いハードルが成立するならばというところです。ならばですよこの株主総会決議にかける前段階として果たしてその軽減議案が妥当なものかどうか丸二番ね監査役等全員の同意があるならばというところです でこの監査役等という言葉下の米印見てください。監査役等ちょっとちっちゃい字ですが株主総会に当該議案提出に際して監査役設置会社では監査役そして2人以上ある場合は各監査役さらに監査等委員会設置会社では各監査委員指名委員会等設置会社では各監査委員つまり チェックマン、全員賛成もらいなさいと。チェックマンの全員賛成です。よって、例えば、あうちの会社はあ、ねえー、監査役会設置会社です。監査役会の多数決ってことはないんですよ。多数決じゃなくて、チェックマンが全員賛成した議案であれば、つまり、えー、その軽減議案が妥当なものかどうかの判断をチェックマンに見てもらう。 でそのチェックマンがこの軽減議案株主総会にかけることについてまあこれは妥当だねとチェックマンが全員賛成してくれたならば株主総会にかけることができるとまずそこでチェックが働いてるんでしょその上で株主さんも大多数がまあいいよと言ってくれたのであれば減額はできると。 丸2番の全員の同意っていうのは、えー、その議案提出に際する同意という分ですよね。でさらに今度7ページ。今度は取締役会主導による責任の軽減といたしましてこれどういうことかっていうとちょっとざっくり見ていただく 損害発生前にちょっと手を打っておこうっていう部分なんですよ。損害発生した後の流れを見てください。資格の1番との比較なんですよ。損害発生した後株主にいいですかって聞いてもらえないパターンなんです。丸三番損害発生しましたその後取締役レベルで軽減できるという場面なんですよ。となると。 まず入り口として監査役等全員の同意を得て二番株主総会特別決議で定管変更しましまょうこの定款変更というのは軽減の承認権限を前のページの資格の1番みたいに株主総会で承認するんじゃなくて取締役レベルに受験授けましょう。 つまりまず基本が資格の一番パターンなんですよ損害発生した上でその後株主にいいですかって聞くのが原則パターンなんですそうじゃなくて資格の2番パターンっていうのは定款で万が一損害発生してしまった場合でももうあとは取締役さんたちの経営判断にお任せしますわという定款規定を作ってもらうんです定款規定を作るということはこれ株主総会特別決議が必要でしょ ですから、この定款規定があるということは、もういちいち株主総会をかけなくてよろしいと。ならば、そもそもそういった定款規定を作ることが、うちの会社にとっていいかどうかのチェックマン全員賛成もらいなさいと。ですから、 まず、丸一番の、えー、チェックマン全員賛成。えー、監査役等全員の同意。チェックマンが全員賛成するというのは、丸二番の定款変更の議案を株主総会に挙げることに対しての議案です。えー、まあチェックマン全員賛成。その上で、えー、まあ株主たちが、まあね、損害発生した時にいちいち、えー、俺たちに聞いてもらわなくていいからと言ったのであれば、 ねえー、軽減の権限が取締役レベルに、えー、授けられると。となると、まあ、いちいち株主総会をかけなくていいっていうことなんですよね。まあ、損害発生のたびにいちいち株主総会にかける必要はなくなると。 でただねそうは言ってもこの資格の一番資格の二番しかないということになりますと、まあ、あとはね,全員賛成ですよね特にですね、あのーまあ、外部から人材登用しよう。 えーまあ、例えば、そこそこまあ、ね、あの知名度のある人うちの会社の取締役に招き入れたいだとか例えば、あのー、これ前回講義であったよう、ね、分社外取締役として、えーまああのねえー、ちょっと、ね、経営手腕だとかアイデアのある人うちの会社の社外取締役として招き入れたいだとかもしくはよくイメージ的には非常勤の取締役だとかね外部から人材投与したいみたいな時にですよ。例えば うちののの会社の従業員が出世の花道として、えー、例えば部長さんになってですね常務になって取締役になりました今現在常務取締役ですみたいな人たちっていうのは会社の中の人イメージ的にはそれ業務執行取締役なんて言っていくんですでもあまあそこの線引きまでは試験対策としてはいいですが要はざっくり言うと、えー、業務執行はは日常的にはしてないんです非常勤なんです、ね、非常勤なんだけどもうちの会社の取締役ではありますと いった場合なんかにおいてじゃあねそこでですよでも取締役になるからには取締役である以上この任務が大責任って重い責任を負っちゃうんでしょうちょっと私それ怖いですわ取締役になるの嫌ですみたいな人がまあそこそこいたりするんですよ取締役の責任重いんですよ ねえー、場合によってはだってそんな話知らされてないわみたいなね、えー、外部の非常勤の取締役でも知らされてないってことはあん,たあんただって取締役なんだからチェックしてなかったんだろうって言われてしまえばそ,、まあ、それまでだったりもするんですよ。ちょっと怖いよねということから取締役になるのを躊躇する人も、まあ、いなくもないんですよ。となるとまずね 全員賛成総株主の同意か株主総会特別決議かもしくは定款規定があれば取締役取締役会で軽減の承認と言ってもでも少なくとも損害発生後に何かしらのジャッジが必要なんでしょうそのジジャッジ例えば 資格の2番パターンでも他の取締役たちにもう僕は嫌がらせされているようなケースだったりなんかすると取締役取締役会の軽減承認が受けられなかったりすると全損害を負わなきゃいけないちょっとそれきついわというリスクまで考えると取締役のなり手がいなかったり、えー、これも困りますねどうするかっていうと事前に契約を結んどくんですよ 万が一損害あったとしてもここまでですという契約を結んでおけばまあもちろんね、えー、一切責任負いませんよというわけにはいきませんけれども、まあ、少なくとも最低限のやることやっていれば負、まあ、ったとしてもここまでねということになるとまあ,あ一応取締役に、えー、なるのも、えーね、あのハードルが多少下がるかなというところでご覧ください。まず あくまでもこれ、非業務執行取締役等ということでですから業務執行取締役に関してはあこれにはは当てはりま当てはま,当てはまりません業務執行取締役というのが、まあ、ざっくり言うと、ね、例えば常勤取締役的なもの、えー、例えばその会社の部長さんだったりとか常務だったりとかあと、大取りなんかも業務執行ですよね。というところにはなりますがご覧ください。まず えまず、関査役等全員の同意を得た上で、えー、株主総会特別決議定款規定を作っておくんですよ。で、この定款変更というのが、事前面積契約できる旨の規定を設定しておくんです。つまり、うちの会社は外部から人材投与をする、えーね、非業務執行取締役に関しては、あ責任を負ったとしてもここまでですという契約を締結することができますよという定款規定を作っておくんです。そうすれば、 その定款規定をもとに三番事前面積契約を結ぶんですね取締役と会社で契約を結ぶんです万が一責任を負ったとしてもここまでですという責任契約を締結しておくんですそうすれば仮に損害が発生してしまったとしても手続きを取らずとも当然に契約までの金額に減額されるとそうすればもう ね、予想以上の損害を、ね、追わなきゃいけない、えー、というねちょっと将来のリスク、えー、これをね、えー、多少まあちょっと取締役になるにもお、ねえー、就任しやすいかなというところでもあるわけですつまりね、えー、全員の同意か株主総会特別決議か、ねえー、定款規定があって取締役レベルの軽減の承認かだけだと万が一それが通らなかったら怖いでしょという発想です この一、えー、番二番三番パターンで減額することができますよという話です。ではこの任務下退責任のまとめに関してで、えー、図表でご覧ください。この任務下退責任のまとめといたしましてまず。 一般の任務受けたい責任に関しては責任の性質としてはまあ当然前のページの点々枠題であったように過失責任でしょ責めに期すべき自由があるというところですから、えー、原則過失責任ですそしてこれらに関して総株主の同意で免除ができるかって当然できますよそして一部免除制度の適用があるかこの一部免除制度っていうのが今出てきた四角1番2番3番ね これもあります。あと、協業取引に関して、協業したことによって会社が損害を負いました。で、協業取引に関しては、まあ、事前に承諾を得なさいと。でも、事前に承諾を得たけれども、結果、それによって会社が損害を負いました。といった場合にも、やっぱりこれ、 会社が負った損害に関してあなたがそんなことしなければ会社が損することはなかったんだからというところになりますから、この場合にもやっぱりね、任務決退責任として損害発生するんですね。損害賠償しなさい。えー、責任の性質としては過失責任、えー。全株主が同意してくれるんだったらゼロにしてあげることもできるし、なおかつ1番、2番、3番で減額してあげることもできますよ。で、ただし、 利益相反取引の場合にはちょっと別途の考慮が必要なんです。利益相反取引に関して原則として過失責任。で、ね、そして総株主の同意による免除もできるし1番、2番、3番で減額することはできるけれども例外として無過失責任になるケースがありましてまあどういうことかっていうと事故のためにした取引の場合。 例えば、会社の土地を取締役個人で購入しました。なんなら取締役会決議があったけれども取締役会決議があったけれどもそれによって、えーねえー、実はすごい価値を有しているう、ね、例えばそうです、ね、何でもいいですよあの、ねえーまあ、会社の土地を買いました。 でその土地の中から小判がザクザク出てきました。コマンは土地の所有者のものでしょうということになったりしてもですよ。でも売ってなかったら会社それ損しなかったでしょう。ということもありますし、あと例えばまあ誰かが描いたような絵だろうと思ってたでその絵を取締役に売ったんだけれども実はすごい画家の絵だったとか売らなきゃよかったなんてこともなくもないでしょう。でもその絵を買うときに、えー、ねあの取締役会の承認決議を取ってました。でも買っ 当事者に関してはやっぱり、えーね、この場合無過失責任として売ってなかったら会社損することなかったわけですから、まあ、その場合損害賠償してちょうだいということになってきます要は契約の当事者ですよね。よって、えー、この場合ただその株主の同意があれば免除はできますただし1番2番3番で減額してあげることはできないんですよ。 よって当事者に関してはもうお、ねえー、無過失責任ってことはもう減額は無理です。よって、利益相反取引、えー、当事者じゃない例えば株主総会決議によってあ、まあ、取,締役会取締役会決議によって利益相反の承認決議をいたしました。 例えば、取締役 A さん、B さん、C さんです。当事者は A さんです。B さん、C さんも賛成したんです。B さん、C さんも賛成したんだけれども、B さん、C さん OK ですっていうことで、取締役は決議を承認しました。ちなみに、A さんは当事者ですから、取締役会において決決権行使はできません。自分のことですから。B さん、C さんが、あ、A さんいいよ、この土地買ってと言ったんですね。 で取締役会決議にによってこの土地を購入することになりましたただ実は、えー、結構いい値段の土地だったのに安く買っちゃった,あた,たあの、えー、安く買っちゃったんですよ。本当は1,000万ぐらいの価値の土地なんだけれどもでも、えーねあのーね、例えば依頼した不動産鑑定士の鑑定評価が何か間違っててです、ね、書類が間違ってて、えー、結構安い値段で買っちゃったとか。でですよ、まあ、取締役たちはその資料を見て。 えー、判断して、まあ、契約に対して OK 出したんですにもかかわらず、まああねえー、会社は不当に安く土地を売っってしまったんです知らずに売っちゃったんです買った取締役個人は安く買えたラッキーじゃんじゃそうじゃないんですよ安く買えたラッキーじゃんってことは会社損してるんですよその分に関しては賠償しなさい「えちょっと待って俺言われた値段で買っただけだぜ」って言っても「いやでもあなた落ちとかなくても」 総株主んと会社の利益を犠牲にして取締役は利益を得てはならないって発想なんですね。だって取締役は全館注意義務忠実義務を負ってるんでしょ。よって当事者はそれによってまあ総株主と同意がなければ免除は無理減額は無理。というところです。 まあ、特にこの1番2番3番、ねえー、に向けたい責任、えー、これを免除するやり方3パターンありますよということこの3点も覚えておいてください。 ということで、えー、講義は以上でおしまいになります。でこん、今年の、あの、私の会社法の講義に関しては以上でおしまいになりますので。あの、ぜひですね。えー、皆さん、あの、行政書士試験、あのね、ね、えー、ぶっちぎりのいい得点を取ってですね。ぜひ、この後、司法書士試験に、えー、行政書士とダブルライセンスで。司法書士にチャレンジしていただきたいかなと思います。それでは、ぜひ、皆さん、行政書士試験、頑張ってください。お疲れ様でした。